The exponential development of computers has exploded the possibilities of computer simulations. Such simulations allow researchers to analyze phenomena for which lab experiments are too difficult. Today, computer simulations play a key role in scientific research and technological development. The related research area is called computational science. Computational science at Kanazawa University focuses on topics such as computational physics of materials, theoretical and computational nanoscience, computational biophysics, and condensed matter theory and chemical physics. 私の専門は計算物性物理学という分野になります。物質のですね、例えば原子一つのその電子がどういうふうに電子の中で構造を持っているかというのを計算するのが量子力学なんですが、固体になった場合っていうのは原子がたくさん集まってくるわけですけど、電子の振る舞いがどういうふうに変わるかというのを明らかにすることで物の性質を予測することができます。計算物性物理学のその研究の中の一つとして、物質のですね、層を予測する、それから理解するテーマがあります。水ですね、我々の身近にある水、温度を上げていくと気体になりますし、温度を下げていくと氷ですね、固体になると、気体、液体、固体というふうに形態が変わるわけですね、温度で。それぞれの違う形態のことを層と呼んでいます。で、この層っていうのは、必ずしも分かりやすい形態だけではなくて、見た目は変わらなくても温度を変えていくと、電気を流す金属から絶縁体になったり、それから磁石的な性質を示すものから示さないものになったり、そういうようなですね、いくつかのその種類があります。それを層転移、層が変わる、温度で変わる、温度以外の何か圧力とかで変わることを層転移といって、物性物理学の非常に重要な研究テーマの一つになっています。一つはその熱伝変換現象というのを研究してまして、物質に片方を高い温度の位置に、片方を低い温度に接すると、でそうするとですね、その温度が高い方から低い方に電流が流れます。その現象を熱伝現象と、物理学の基礎的な現象なんですが、例えば自動車を走らせると熱が生じるわけですが、その熱は普通は大気中に排出されるわけですが、それを再利用することができれば、より効率的に自動車の燃料の効率も良くなる。ただそのためにはですね、その効率の良い材料というのを探す必要があります。でそういうことがですね、もちろん実験的に探すことも可能なんですが、計算科学を用いてたくさん計算することで、新しいその効率の良い物質を探す、デザインするという研究があります。計算科学プログラムというのは自然科学のその現象一般を、コンピューターを使ってシミュレーションする、物理法則に基づいて、シミュレーションするという学問です、今まで発見されてない新しい物質を見つけるというか、デザインするっていうのが、目指すところになります、例えば今その量子コンピューターを使って、いろんな問題を解くということが研究が進んでいますが、そういうことも導入してより効率的に物質をデザインしていくというような方向性もあるのではないかと思っています。物性理論を、そうやりたいっていうことですね。でそして、特にこの研究室は、スーパーコンピューターを使って、シミュレーションできるというので、この研究室を、選びました。先生たちもちゃんと真剣ですし、あとやっぱり大学院生がある程度いるっていうのはいいと思いますね。その一緒に研究をできる人がいるとか、そういうゼミをやったりとか、そういう中でやはり一緒にやる人がいるっていうのは大きいです。Research in computational science.Unravels problems in science through computer simulations based on physical laws and by optimally exploiting computer power.
The graduate course in computational science at Kanazawa University aims to make students ready for cooperating with experts in various areas to identify and solve problems at businesses and research institutes. Most students proceed to graduate school after graduation. After completing the graduate program, they find jobs in various sectors such as manufacturing, IT-related businesses, and research and educational organizations. まあ、教育組織としてですね、計算科学が日本で初めてできたところなのではないかと思います。で、まあ、そういう意味で教育に関する蓄積というのがあるので、計算科学を学びたいという方には非常にお勧めできると思います。もちろん大学の学部、それから大学院とあるわけですけれども、各人のその経験に応じて計算科学の手法を学んで、まあ、大学院から入った場合はそれまで専門にしてきたことに加えて計算科学を学ぶことで他の人にない強みを身につけることができるのではないかと思っています。